こんにちは、柴田です。今回は ESP スナッパーのレビューです。こちらハイエンドもののスナッパーで、キルテッドメイプルにアルダーのボディ、非常に鮮やかな感じになっております。もろにメタル仕様な感じですよね。フロイドローズ24フレットフラットのトップなんですよね。でメイプルのネックにロック式のペグと、こんな感じになっております。近年スーパーストラト系はね、あんまり流行ってないイメージがあるんですけれども、このスナッパーはね、割と愛用者の方がね多いイメージですね。でこのスナッパーの特徴としてはですね、ボリューム一つにトーン一つの 5way スイッチなんですけれども、ここにミニスイッチがついております。このミニスイッチはですね、このミックスの時のバリエーションを変化させるスイッチになっているようです。ちょっとね、後で鳴らしてみましょう。そしてトーンのところにこれタップついてるんですけれど、これはコイルタップじゃなくてトーンのね仕様が変わるんですよ。これ結構面白かったんでね、ちょっと鳴らしてみましょう。ではリアからいきます。クリーン、フロイドローズのギター久しぶりに弾いたんですけれども、このいいっすね、金属感、この無機質感ね。ミックスです。センター、やっぱりね、いいっすね。あ、今センターでした。やっぱなんか振り幅が広いギターっすよね。このトーンなんですけれども、通常絞るとこれをタップすると、というふうな感じでね、トーンのキャパシティがね変わるって書いてますね。もうキャパシティなんで、もう広さがね変わってるんでしょうかね。でこのミニスイッチ、あー変わりますね、より細くなる。ということは今リアとセンターのミックスなんですけれども、多分リアがシングルになってますね。うん、これはねかなりねバリエーションが増えていいのではないでしょうか。オーバードライブをね、系のギターなんですけれども、全然ねこのフロントの膨らみ、いいっすよね。ではちょっとメタルな、we'll be right back.
な感じでですね、最後はちょっと取りつかれたようにね、メタルサウンドとディレイの組み合わせでね、自分の好き放題に弾いていいんじゃないでしょうか。というような感じで、スナッパーは今千葉管楽器で売っております。ぜひぜひ気になる方は試奏しに来てみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。